はい、どうも、ジェヌダルクです。というわけで、今回は、少し緊急な内容なんですが、毎年恒例、次回、コールオブデューティーのおもらしが、案の定、今回も起こったということで、まあ、例年通りだと、だいたい5月の後半にはね、リークがまとまりまして、ほぼ確定で流れるって感じだったんですけど、今年は某ウイルスの影響で、ゲームイベントの E3 がなくなったり、新作のお披露目会がなかった分、遅れてね、6月10日まで伸びたって感じなんですが、今回はかなり信憑性が高いというか、ほぼ確定案件でして、今までだと、公式が匂わせツイートしたり、まあ、3秒動画とか流しまして、大体それでどんな作品かって予想して出てるね、リークを参考に、まあ、次回作が分かる流れなんですけど、今回まさかのところで漏れまして、 PS4 の内部データに2020年コールオブデューティーアルファ版っていうね、まあ、データが入ってたらしく、それをうまいことね開いてみた結果、なんとタイトル画面が出てきたと。でそれをね、まあ、リークした海外のまとめサイトの方がですね、アクティビジョンからツイートを消されたらしく、あーまあ消すってことは確定だよねってことで、まあ、より出回って、もうアクティビジョンも手に負えないから、もう好きにしていいよ、リークしまくっていいよみたいな感じの状態で、今も普通に出回ってます。もともとね、これもちゃんとした経緯があって、実は PS5 のお披露目会っていうのが延期されたんですよね。そう、1週間前話題となった黒人差別のやつですね。まああれで、まあコールオブデューティーもアップで延期するってね、事件があったと思いますが、PS5 もデザイン発表や初期ソフトを発表する機会を延期にしてたらしいんですよ。でそれがね、今回解除されて6月12日にお披露目になるんですけど、まあそこに2020年のコールオブデューティーが、PS5 の初期ソフトに入る流れなんで、ちょうどそれが今リークされたって感じなんですよね。まあ分かりやすいですよね、お披露目前にリークが出回るあるある。では肝心のタイトルなんですけど、こちら、はい、コールオブデューティーブラックオプス。まあ一応ね、解説しますと、今作の MW のように BO1 のリブート作品となっております。別世界線って感じですね。ただ今作の MW ね、キャンペーンやった方ならわかると思いますが、実際 MW0 なわけですよ。そう、 MW1、MW2、MW3 とね、キャンペーンありましたが、まあ最強チーム TF141 あるじゃないですか、あれを最後ね結成するっていうつながりだったので、今作ね、まあ、実際時系列で言うと MW0 になるわけなんですよ。なのでまあ今回も BO1 リブートって言いながら BO0 になるかもしれないと。で時代背景の方が、この作品にサブタイトルがついてるらしく、アメリカの内部データだと、コールオブデューティーブラックオプスまでなんですが、ヨーロッパの方だと、コールオブデューティーブラックオプスコールドウォーっていう、もうまんまね、意味で冷戦というのが書かれてるんですよね。実際コールドウォーっていうのは信憑性の高いリークであったので、おそらくサブタイトルにこれがつくのかなと。一応、冷戦時代、コールオブデューティーブラックオプスはこちらですね、と同じ冷戦時代が元となっております。まあ、分かりやすく説明すると、アメリカとロシアの睨み合いですね。まあ、第二次世界大戦後、まあ、戦争はやめようと言いつつも、代理戦争っていう、まあ、小さな国の後ろにアメリカだとか、ロシアがバックに入って支援をすると。だから、直接的なね、対立でアメリカ VS ロシアの戦争ではないものの、実質大きな国 VS 大きな国の戦争やんみたいなところはあったので、まあ、ちょっと皮肉を聞かせて冷戦だとか、まあ、冷たい、こう嫌な感じの状態と。だから、めっちゃ時代背景においては面白くて、それこそベトナム戦争って皆さん知ってますよね。まあ、AK47VS M16 みたいな、その時代だったり、あとスパイっていうのがね、この時めちゃめちゃ流行りまして、まあ、やっぱこう睨み合って、政治的な面でこう戦争というか、こうね、対決しようとしてるところもあるので、すごい情報が命なわけじゃないですか。だからその情報を仕入れるために敵軍にスパイを送り込むと、敵の国にスパイを送り込むと、そういうのがね、すごい当時流行ったらしくて、まあスパイ映画の発端っていうのもこの冷戦時代から来てるらしいですね。で、あと何よりも、開発系がすごい進歩した時代で、まあ先ほど言った通り、銃においては AK47 だとか、M16 だとか、まあ代表的な銃ですよね。M60、SVG。まあ今でも語り継がれてる、まあロマン武器って言われてるのはすごい多いと。で、あととんでもないね、化学兵器とか作られたりとかして、本当にまあ面白い時代なんですよ。だからそれこそ BO1のキャンペーンが、主人公がロシア側に洗脳されて、アメリカの大統領ケネディを暗殺するように洗脳、スパイとして送り込むんですが、まさかのこう友人の復讐念が強すぎて、まあ、それをぶち破っていくと洗脳。ただところどころ洗脳の影響が出て幻覚が見えたりするんですけど、まあ、それも伏線回収で、全て合致して、あ、なるほどなということで、まあ、歴代のコールオブデューティーのキャンペーントップ3に入るぐらいんじゃないかなってぐらい単体では面白いです。最終的なシリーズを通して言うのであれば、ちょっと複雑なところはあるんですけど、 BO 単体であればダントツで面白いですね。といった形で、時代背景、キャンペーンともにお墨付きなんですけど、具体的にどんな感じの銃が出て、どんな感じの世界観なのかっていうのはね、まあ元ネタになってるこの BO1 やればね、わかりやすいかなと思いますので、ちょっとね、BO1 やりながら、次回作のリーク内容を話していこうかなと思います。では早速、マルチプレイヤー紹介していくんですけども、一応3週間前にこちら、コールオブデューティーブラックオプス1が、ちょうど3周年記念迎えまして、まあそういう意味でね、こちらリブートされるっていう可能性もあるんですけど、一応まあ3周年記念迎えて、ハッピーバ
バースデーってことでめちゃめちゃ人口が増えたんですよ。っていう形で私もその時ね動画上げてるんですが、その際にこちらの大体の武器ね、紹介しちゃったので、ちょっとまあ重複しないためにね、よかったらねその武器気になる方そちらの動画見ていただければなと。まあ基本的にそのベトナム戦争とか冷戦時代って聞いて、なんかこう結構古めかしい感じなんじゃないかなと。こういうオリンピアみたいな形でこう中折れ式でなんかこう第二次世界大戦の後にちょっと作られたような銃が多いんじゃないかなって考えてる方ね、非常に多いと思いますが、そんなこともなく、まあ、こういうやっぱ M16 から、ファーマス、ガリル、AUG、ファルみたいな、そのなんだろう、MW で全然登場するような、まあ、今でも語り継がれてるような実技が多いわけですよ。サブマシンガンで言ったら MP5 っていうね、まあ、一応これ K のクルツがついてるんですが、まあ、MW で登場する MP5 も全然存在すると、スコーピオン、マック11、クリンコフ、ウージーみたいな。で、ショットガンとかもコールオブデューティーに登場するスパスみたいな、まあ、M60 とかも見た目が近代化されたストーナーみたいな、エルクロー PSG-1 といったね、本当にレンスナからボルトアクションスナイパーが非常にね存在しておりますので、まあ、全然武器とか古めかしいっていうのはないですね。あーで、そうそう、であとアタッチメントとかが結構豊富で、よいしょ、まあ見てもらえたらわかると思うんですが、10年前のゲームですよ。10年前でも角間がデュアマが、英国サイト、レッドドット、リフレク、マスターキー、火炎放射、サーマルサイト、サプレッサー、グレネードランチャーっていう形でめちゃめちゃ豊富なんですよ。なので今のその MW さんがやってるめちゃめちゃリアルというかアタッチメント数が多い感じあるじゃないですか。それをねこちら冷戦時代でも全然持ち入れるんじゃないかなと、非常に楽しみですね。はい、では早速やっていきましょうか。で、一応リークなんですけども、ゾンビがなんかどうやら登場するみたいですね。これ結構朗報じゃないですか。まあ、やっぱゾンビねすごい期待してた方多いと思うんですよ。今作ゾンビなかったんで、やっぱりゾンビ欲しいなって言ってるね、ゾンビ性の方多かったんですが、一応次回ゾンビが復活しますと。ていうかやっぱ BO1 って言ったらゾンビなんですよ。BO2 もゾンビ面白かったんですが、BO1 のゾンビもめちゃめちゃ面白くて、もうキノにファイブにっていうね、もうめちゃめちゃやり込みました。ていうかもともと私コールオブデューティー始めたきっかけっていうのはやっぱ、ゾンビが大好きで始めたようなもんなんで、そういったところぜひ次回作ではそのキノファイブっていうのもね、リブートながらもちょっと、やってほしいなと。さあということでジャングルですね。こちら BO4 でもあったと思いますが、まあ高台。有利なマップです。さあ AK47 使っていくぞ。終わったぞ。で、あとこれはねちょっと僕の中ではモヤモヤするところがあるんですけど、ウォーゾーンが追加されるらしいんですよ。えって感じじゃないですか。まだはっきりと出てないんで、一応噂というか、リークして、されてる内容をまとめますと、まあ、今のウォーゾーンがめちゃめちゃ人気と、もうそれこそ、今ゲームの配信数見てみたら、トップ2でした。フォートナイトが1番の2番コールオブデューティーウォーゾーンでした。やばくないですか？アップデートがなくて延期されてる状態でも2位ですよ、今。ってぐらい、今ウォーゾーンがもうノリに乗って、エイペックスとか5位とか6位なんですよ、FPS 言ったら、ランキング。まあ、それぐらいね、今ウォーゾーン盛り上がってはいるんですけども、なんかそれを次回作でも用いろうってことで、コールオブデューティーブラックオプス1でもウォーゾーンを追加して、今ある既存のウォーゾーンと合体させるみたいな。合体っていうのかな？多分別のサーバーにはなんないとは思うんですけど、なんかね、いろいろと工夫してやるらしいんですよね。だから、ウォーゾーンゾンビーっていうのがなんかね、一応リークとしてっていうかファイルで見つかってるんで、確実にウォーゾーンは追加されるんですよ。そう、だからウォーゾーンとゾンビが何かしらコラボするのかなみたいな。まあまあ確かにその、ブラックオプス1というか BOK って言ったらね、ゾンビがメインみたいなところもあるので、メインじゃないわ。まあ結構ね、重要なところでもありますので、まあ、ブラックアウトでも結構ゾンビ主体のね、アップデートがあったりとかしたと思いますけど、それが一応ね、次のウォーゾーンであると。そこです。ナイスエルクロ。だから基本的にこういうクソロマンジュがあるんで、何もう全然、もう全然もうこの BO1 に関して古めかしくて銃嫌いかもっていうのはない。スパスとか見てほら。サプレッサー、サプレッサーつって、超楽しい。これも中向きですからね。はい、投げもん投げて、右は大ちゃう。やっぱ遅延あるな、これ。すげえ遅れてる。くれ！サプレッサー、ナイス。さあ、リロード。いいねー。さあさあ、しっかりと下からカシャカシャカシャーと入れて、あー、コッキング。さあ、ジャンプ。ドルフィンジャンプ。で、後ろから失礼させていただきたいところ。いや、もう楽なんか。もうごめん、海外サーバーだから本当に遅れてから、あれだね、ダメージ入ってとかするね。上からサプレッサー。オッケー。で、2階にいらっしゃるみたいなんで、たぶんこの弾数、5発で、は？あいつどこ行った？オッケー。めっちゃキル速遅い。はい、セムテックス、つけていきたいとこ、おい！オッケー。2階いらっしゃいますね。殺しに行きましょうか。だからまあ基本的になんだろう、BO はマップ作るセンスがそこそこあるので、MW インフィニティワードと比べるとね、3連星だったりとかしますので、確かにちょっと BO4 の時は、きついというか、夜マップとかいらなかったなっていうのはあったんですけど、
基本的なところはね、抑えてるのかなと思いますので、まああとはその武器バランス、まあビオは武器バランスがとにかくひどかったりとかしますので、体力硬いんですよビオって。そう、硬い割に武器バランスいかれてくれるから、本当に日の目を見ない武器が多い割にぶっ壊れが多いみたいなっていう現象がちょっとあったりとかしますので、まあそういったところをおそらく荒れるでしょうっていう。さあナパーム爆撃撃っていきましょうか。よいしょ。で一応、こういう形でなんかアイテムがあって、よいしょと、これをタックとマップ、ミニマップの代わりに、こういうレーダーが見れると、あー敵いらっしゃいますねみたいな、じゃあ見て撃たないとみたいな、外れていくんです。ただやっぱり本音を言うと、冷戦時代とかベトナム戦争ってまあ確かに楽しいというか面白そうだけど、今のリスナーさんわかんのかなっていう、多分ロマン民しかわかんないからさ。ぶっちゃけそれよりかはやっぱ現代戦、ブラックオップさんの、新作現代戦を出してくれても良かったところではあるよねっていう。結局現代戦が一番安パンな気がするんで、ベトナム戦争でも全然出てくる銃、 AK とか M16 とかも普通にみんな分かる銃は出てきてくれるとは言うものの、欲を言えばやはりみんな、満場一致で分かる現代戦が欲しかったかなと思います。はい、いやー反射か、いやーまあけどキャンペーンはすごい楽しみだな。 BO のキャンペーン面白かったし、やっぱ冷戦時代ベトナム戦争のキャンペーンなんか、それはもう面白いわけですよ。ワールドウォー2も実際面白かったですね。だからやっぱその時代背景がしっかりと決まってる分のキャンペーンっていうのはすごい面白そうだなって、その史実にある程度乗っ取ってっていうのもですね、あるでしょうし、ここら辺はね非常に楽しみなので、まああんまりそのマルチ期待してないぜっていう方もキャンペーンだけ買ってみようかなとかね、まあ今ウォーゾーンやってるって方はまあウォーゾーン目当てで買ってみるっていうのは全然ありなんじゃないかなと思います。まあまあまあ、とりあえずね、これからの、ちょっと公式さんの動きが非常に楽しみということで、また皆さんね、6月12日にお会いしましょう。ではね、これからも、こういった感じのね、最新情報だとか、いろんな動画上げていきますので、もしよろしければ、通知が届くように、チャンネル登録、高評価、お願いします。それではご視聴ありがとうございました。